のお時間バベルチャレンジ11スのお時間です。ディオラムスプラス10にするかバベルが当たらなければ私にペナルティが来ます。早速ルーティンに移るぜ。なおチケットと猫缶たくさんあったんだが、クロイズ追ってたら結構使っちまったぜ。だがディオラムスは当たってないので実質4体当てないとレイムはすっぽんぽんになるわけだ。まったくご丁寧なことに準備しちゃったんだよね。ぼっぽくすっぽく楽しみにしてたんだ。すっぽく楽しみです。わしは青ギブノン猫の日のために生きてきたんじゃ。健全な青少年の皆様からコメントをいただいたぜ。本当は猫缶使って一気に終わらせたいんだが、偽装してない証拠のために今回はチケットで引くぜ。なおディオラムス以外に超激レアが当たってもカウントされないから注意しなきゃダメだぜ。私としては正直乗り気ではありません。まあここまで来たんですから覚悟はできてるのですが、その、あれってそのままアップしたらまずくない？普通に考えたら収益はいらないかもしれないが、じゃあアント対策は講じてるぜ。要はセンシティブに引っかからなければいいんだ。もしくは課題を達成するんだな。今回34回回すので9枚残しで回していきます。チケット9枚残しで回していきます。最初の4回が目安になるので、そこで排出の基準がある程度わかります。最初はレアキャラだがまだわからないからな。今回福引きチケットのせいで時間は長くなるわけだが、どの回数で何が出るかよく見てくれると嬉しいぜ。なおペナルティが発生するかは最後まで見てくれないとわからないようにしてるので、途中で飛ばしたりしたら全くわからないからここであらかじめ注意しておくぜ。私としてはエッチいことはいけないと思うんだけど、まあ準備しちゃったから悩んでもしょうがないんだけどね。当然ウプ主が作成したものじゃないことは、ここで断っておくわね。これで3回目になるわけだが、これはそのままなら10回以内に超激レアが排出される形になってきてるわけだが、4回目でもし出てきたら希望はかなり持てると思うわけだ。運命の4回目。さあ何が出る？超激レアが出るならディオラムス。それ以外はバベルのみだぜ。うわぁ、レアキャラが出ちゃったよ。先行きはかなり悪いんじゃないかな？これで通常運転の30枚で決めないと危険だね。だが今回は34回引くことに変わりはないから、奇跡でも何でも起こせるなら起こしてくれや。予想よりも早くディオラムスの登場。この子をプラス10にするかバベルを引ければ今回のペナルティは逃げることができます。ちゃんとプラス6止まりだったことを証明するぜ。これで6から7へプラス値が上がったわけだが、あと3体を今回だけで出すのは非常に難しいと言わざるを得ないな。5回目で超激レアを排出したので、5% でも排出率はやや前寄りになると考えられます。当然ディオラムス以外は対象外なわけですが、バベルの排出率がこれに連動して引っ張ってくれることを期待します。期待値は正直わからないが、0.5 を出したことには変わりないぜ。あとはこれを3回やるか、バベルを出すかのどっちかだけできれば今回のペナルティは回避できるぜ。今後の攻略のためにもポイントもしっかり準備します。使いどころが難しいキャラは交換。目安は攻撃頻度が大きく関わってきます。正直トースターは未だに使い慣れてません。提供割合で考えるなら今のところ悪くはないわけだが、当然そんなものを超えるだけだったらつまらないからそれなりに課題が設けられるわけだ。割合の低いものが結構排出されて入るが、求められる数字はもっと小さいわけだ。節目の10回目は何が出るのか？当然数字で言うなら 0.5% 以下を引っ張ってこなきゃいけないんだけどな。これはポイント交換だね。残り24回で出さないと本格的に厳しいから頑張らないといけないんだけど、評価できる成果を出さないとすっごく厳しいです。なおダイナマイツでニャンマをプラス10にできたのは1年半。今回の制限で同じことをやってのけるにはあまりに回数が少ないです。オタネコは強いから大歓迎だな。チャレンジに見合う成果を出さないといけないため当然意味はないんだけどな。まだ持ってないメギドラも欲しいところだが、ドラゴンエンペラーズはステータスは高いが重いのが欠点。今回排出されたグランドン部隊チャッソは結構優秀なので戦力になるぜ。当然目的外のキャラなので状況は好転してないんだけどな。バベルを引いた方がディオラムスを3回当てるより簡単なのは変わらず。さあ何が出るのかな？言えることはペナルティ発生確率がどんどん高くなってきてることだ。あれは私から見てもマジでどうかと思う。さて免れることはできるのか？それとも大事件に繋がるのか？最後までしっかり見てくれればわかるぜ。私緊張のあまりすっごく辛いです。この端末は無課金なら制限なく強くしてもいいわけですが、とっとと伝説出してドロップアウトしたいです。極猫祭や超猫祭デイズを本格的に狙いに行きたいのですが、状況がそれを許してくれません。進行が遅れてることに関しては誠に申し訳ありませんが、福引きチケットの関係で遅くなってるってことだけはご理解ください。強くしておきたいキャラの一つマタドールだな。新レジェンドも過強に入ってきてるからレアキャラの強化は必要だぜ。もちろん今回のチャレンジでは課題達成の役には立たないわけだが、残り枚数はまだまだあるわけだが、もうそろそろ何かしらの手応えは欲しいところ？状況は悪くなっていくがまだ無理と決まったわけじゃないぜ。私はガチャを回していくたびドキドキが止まらないわけですよ。動画の尺が長くなってきてますが最後まで見ないと見落とします。それにより発生したいかなる損益に対しても東方は責任を負いませんのでご了承ください。まあそうなるわけだよな。今回でバベルチャレンジが終わるのか、それとも長い挑戦になるのか、過去の挑戦では最長1年半もかかってるから、賞味結果はどうなるかわからないんだぜ。
チケットを334枚準備して引くなら確率的には出やすいんだけど、さすがにそこまで我慢できないとか色々問題を抱えてます。ここで出たのはグラディオス。非常に紛らわしいシルエットだが当然外れ。白い敵に対して圧倒的に強いがこいつは対象外。強いけど再生産が非常にネックなのと、金額的に見て活躍するキャラは他にもいるので割愛かな。半分切ったところで超激レア2体。成績は悪くないが求められるものは2つだけ。他のガチャでも排出されるキャラに関しては特に言及はいたしません。チャレンジガチャで求められる課題は、伝説を当てるか化け物を作るかの2点にあります。伝説の排出率を考えても受けられたレグレーションは334回で結果を出すこと。過去の統計から考えたら18ヶ月で成果が出ればいいと思ってましたが、あんまりお時間かけすぎるのも悪いと判断。化け物を基準にするのではなく伝説の割合を基準に進行させていただいてます。今回はクロイズがリリースされたのでそちらにも猫缶とチケットを大量に投資しましたが、それといった成果はなし。チャレンジのためチケットは残して対応してるので次回も間に合うと判断しました。私としてはクロイズ欲しかったんだけど、あれだけ引いて出せなかったんだからしょうがないよね。ペースを上げていきたいところですがどうしても上がってくれないご様子。レアキャラも出てきてますが使いやすいもしくは役に立つキャラは育成していきます。求められる成果に対して対等な代価は支払ってるつもりですが、結論は最後までわかりません。なお伝説以外のキャラコンプして、化け物が完成したら伝説の排出率の高い女王祭とかにも投資していきます。かなり際どい判定と言わざるを得ないけどな。バベルチャレンジで一定回数引いて成果を出したら次の企画も考えなきゃいけないんだが、このチャレンジが終わらない限りはなかなか進められないんだよな。あと12回でバベルが出ればドロップアウト可能。化け物を作るにはディオラムスをあと3体当てないといけませんが、ここでディオラムス2体目。化け物を作る場合の確率はほぼ 0.3 ほど、バベルで上がるのと同じ確率になりました。だがバベルをチケット1枚で当てる方がすっげー楽なんだけどな。しかしプラス8ってどんだけすげーんだよ。桃子チャレンジより成果を出すスピードは正直早いと思うぜ。求める結果に対して成果は追いつきつつあります。準備しちゃってるけどペナルティは持ち越したいところ。次のチャレンジに移りたいのも確かな要望。成果を出すためにも努力は惜しみません。期間まで2、30回分のチケットと猫缶を準備しなきゃいけないもんな。現在3体の超激レアが出たが評価対象は2体。グラディオスも強いがディオラムスとバベルだけが有効。残り枚数でバベルが出るかディオラムス2体出るか微妙なところまで追い込んだぜ。でもあと9回しか回せないからバベル狙いになるんだけどね。準備はしてもできれば受けたくないのがペナルティ。少なくともあんなものこの動画内で出したら番です。対策はしてますが皆様の要求には十分対処できるものを用意させていただいております。少なくとも私は嫌ですけど。は私がいきなり提供したイベントだからな。このチャンネルを守りながら満足のいくものを準備させてもらってるから心配は無用だぜ。当然バベルが出れば次の機会になるわけだが。さあ残り枚数もあと少し。伝説出してくれてもいいのと失敗でも私は一向に構わないぜ。まだ7回残ってるから私は諦めません。1回でも行くチャンスがある以上出る確率は0じゃないので。最後まで諦めないことが肝要。ここで確定演出。ディオラムスが出れば 0.5% 圏内。残念グラディオスだったぜ。まだ出る可能性は当然あるわけだが。ここで出せなかったのは正直痛かったよな。あんなもの見られたら末代までの恥。この子も十分化け物だけど育成に時間がかかりそうなので枠から外してます。以前進行は遅くお時間かかってますが結末を知りたい方はどうぞそのまま。逆転の余地は十分あると思ってます。どのタイミングで出るかまだわからないのと。失敗して発動するペナルティに関してはいよいよ最後までわからないもんな。ここでお知らせ。ひょっとしたら今まで流れた動画の中に、ほんの一瞬だけ表示されてるかもだから気になったらスロー再生で確認だぜ。それって負け確なの？さあどうなんだろうな。とにかく動画を最初から最後まで見ておけば後悔はないぜ。うちっていつからそんなアコギな真似をしだしたのさ。まあペナルティを絡めてくる段階で問題なわけだけど、全体で30回回した後の残り4回、逆転できる要素はまだあるよね。一回その機会を失ってるわけだけどな。さあ今回で終わるのか、それとも次もバベルチャレンジなのか、納得のいく成果を期待してるぜ。どっちにしろ逃れられぬ運命。ならばみっともなくてもあがかせていただきますとも。実際に334回も引いてるかどうかわからないけど、多分仕事率とイベントから考えて引いてるものと判断。伝説を追うものとして最後まで諦めない姿勢こそが美しい。そう、諦めたらそこでおしまいなんだよ。だから、泣かないもん。はっはっはいい表情だ。ちゃんとこの日のために準備した甲斐があったってものだぜ。さあ残り1回だがまだわからないぜ。最後の最後ってやつは侮れないからな。視聴者様のために準備したものは無駄になるのか。まあどっちにしろ晒すんだけどな。鬼、悪魔、人手の足。さあバベル以外はペナルティ。何が出るのかな？34回回し切ったところでペナルティ確定しました。ってことは、ぐへーへー待ってました。苦いのを我慢して待ったかいがあったものじゃ。では最後まで見ていただいた視聴者様は、ニコニコ動画の、で検索すると見られます。
ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。すっごく楽しみだよ。なるほど考えましたね。まずい。もういっぱい。